これよりドールプレゼンツファッション宣伝結果演出ドールとバロンドールの同定式を行います。バロンドールとはリーグ戦のホームゲームの際ボール関係者の皆様にその試合で最も活躍したバロンダーレ選手を投票してもらい月ごとに集計し月間 MVP を選出するというものです。なおアウェーゲームは対象外となっています。今回は10月の20日ガンバ大阪戦そして11月7日浦和レッズ戦が対象となっています。また今回バロンドールに選ばれた選手にはドール様からアポカドハンドシャンプが贈られます。それでは早速発表いたしましょう。10月のバロンドールはレナト選手です。大きな拍手でお迎えください。レナト選手は浦和戦の競技間でのアップバックなど攻撃方面の活躍が評価されることで勝負となります。それではバロンドールに選ばれましたレナト選手にドールのマスコットボビー君から賞品を贈呈です。2番目としての初回